プレートアーマー。プレートアーマーとは、人体の胸部、あるいは全身を覆う金属板で構成された鎧。金属板で構成されるため、板金鎧とも呼ばれる。なお、語としての、アーマー、自体が甲冑、鎧と、株と一式を指す言葉であるが、道語が内包する現代兵器における装甲との区別のため、本校では、プレートアーマー、プラターマーと表現する。 これらの甲冑は、全身に装甲をすることで人体の防衛力を高めようとしたもので、甲冑という概念の一つの最終形態と考えることができる。こういった防御力を追求した装備の発達は、それに対する武器の発生も促し、この矛と盾の競争は、現代も兵器と装甲の関係に姿を変えて連綿と続いている。このような様式の発生には、 牙により敵陣へ切り込む戦法が関わっている。この戦い方では通常の切り合い以外にも側面からの矢やフレイルなど回り込んでくる武器による攻撃にさらされるた重量があっても耐久力のある鎧が用いられた。板金加工技術が進んで軽量化が行われた16世紀のマクシミリアン様式フリューテッドアーマーともでは 20kg 前後であったが それ以前の15世紀頃のものでは鎖か扉を含め装備重量は30から5 0ラムだった。時代を下って開発された焼き入れにより強固さを増したスプリングコーの甲冑は厚みが半分ほどで非常に軽量でありながら十分な防御力も持っていたが、これは当時の最先端技術でもあることから非常に高価でごく限られた裕福な王族、貴族にのみ利用された。 甲冑は少しでも体に合わないと着心地が悪く、特にくるぶしの部分が体に合っていないと痛みすら引き起こした。このため裕福なものは北、た、イタリアや南ドイツで甲冑を腕の良い職人にオーダー名し、平均的な騎士は貿易船が持ち帰った平凡なミラノ甲冑を購入していた。また、カッは新規で買うなり作らせるなりすると大変に高価なものとなったため、カッを 先代から受け継ぐなどして、時代の体に合わせて改造し再使用したこともあった。オーダーメイドの場合、採寸は口術のヘルム、ゴーントレット、サバトンを除く部位だけでも三十箇所に及んだ。また、製作には三ヶ月ほどの期間がかかった。このような事情もあり、一般兵が略奪品以外でプレートアーマーを身につけることは、ほとんどなく、農兵程度では、 レザーアーマーが利用され、一般の不評では、金属製の小さな缶を綴った、メール、あるいは、金属の小片を綴り合わせたラメラアーマーや、スケールアーマーないし、ブリガンダインなど、より簡易で安価な鎧を利用していた。一般兵士が甲冑を身につけるほど、一般的になると、部位ごとにサイズを修正、販売するものも現れた。しかし、上から、下まで、 全部買うのは稀で、多くは、甲冑の部位を販売している商人から購入していた。この商人たちは、甲冑の部品を調整する技術を持っていたので、甲冑をバラ売りしても、その人に合わせて、パーツを直すことができたのである。近年では、ファンタジー RPG の普及にも伴い、一般では全身を覆うものに関しては、フルプレートアーマーとも呼ばれ、 単に、プレートアーマーというと、人体の急所が多い胴体を覆うものや、胸当て背当てを刺す傾向も見られる。ただし一般的には、プレートアーマーと呼ぶ場合は、全身を板金によって覆うタイプの甲冑を刺し、フルプレートなどは、完全に造語である。14世紀に登場して、以降の発達の歴史において、耐久力を増すために、装甲部分が増加され、 必然的に重量は増加したものの、十分に着て戦えるバランス配分がされている。鎧は種類にもよるが、重量は数十キログラムにも及び、鎧だけでも20から30キログラム、兜や武器を含めると35キログラムを超えた。前日の通り、金属加工技術の発達により、軽量化したものは20キログラム以内に抑えられた。徒歩で使用することを前提としたものでは、 鎖りかびらなどの付属物を含めると平均して30から 40kg 程度であったとされる。ただ全身に均一に走行されることから訓練された騎士であれば十分な運動性を発揮でき馬に飛び乗ることもできたという。ただ着用者の持久力は多少犠牲になる。重量よりも問題なのはプレートアーマーは熱を溜め込みやすいこと兜をつけると熱が頭にこもって熱中症の 原因にもなりうる。また、動くとカチャカチャと、金属音が響くので身を隠すのには向かない。このほか体の動きが制限されることなども影響して、甲冑と同じ重量を運搬する場合に比べカロリー、消費量換算では2倍を超える上に、胸への重量負担や締め付けが呼吸を妨げより、疲労しやすくなとする報告も上がっている。後に発生した。 プレートアーマーの過剰な重量化の一端には、戦乱期の収束とともに盛んになっていった、馬上槍試合用のボー一種のスポーツ用プロテクター、としての発達もある。馬上槍試合では相互に、木製の槍による、トッタを行い、落馬したものが負けとなるが、このトッタはいくら衝突に際して砕け散ることで、衝撃を緩和させる木製の槍とはいえ、生身で受ければ競技者に、 致命傷を負わせる。このため打撃を受ける盾や肩には強固な装甲が施され、また首周りも予期せぬ打撃で負傷しないよう可動部が簡略化され、首を動かすことはできなかった。馬上試合では前方のみ見えていれば事足りるためでも、あるが、これらは関節の自由度も低く、落馬すれば文字通り、自力で動くことができないものも存在する。しばしば西洋甲冑は、 重くなりすぎ戦場で転倒したら起き上がれないや、落馬すると自力で蔵に乗れないと言われることもあるが、この誤解は、トーナメントアーマーと戦争に用いられた、戦的なものとを混同したことによる。校舎の戦闘用アーマーは、関節の動きはほとんど制限されず、状態が悪くない限り滑らかに動くので運動の、支障は、ほぼない。イタリアのフィオレディ・リベリ、フィオーリディ・アイ・ラベリーが記した。 剣術指南書には、甲冑を着たまま泳ぐ方法や、同じく甲冑を着たまま宙返りをする兵士の姿が描かれている。ただ甲冑を着た騎士を転ばせることは、これら甲冑に、付き物の狭い視界や、装備重量の関係で必ずしも無効だとは言えず、不評装備としては、こういった騎士を馬上から引きずり下ろしたり集団でうんって打ち倒す、ための武器も見られる、口術。 また、甲冑を着込んでの格闘船は強力で、特に鉄鋼にメリケンサックやスパイクなど、格闘船用の装備を備えるものも作られている。すべての装備を着用すると、その重量は最低でも 20kg 以上はあったが、これは20世紀の不評の標準装備重量、武器弾薬や食料、各種ユーティリティ込みで 50kg を超えると比して、重すぎるものでない。 しかし状況さえ許せば装甲兵員輸送車やヘリボーン戦術で前線付近まで移動し、銃器による撃ち合い、銃撃戦が主体となり、また必要に応じて、排能を一時的にどこかに置いて行動する、原戦闘とは異なり、この装備重量のまま一打撃ごとに全身で撃ってかかる剣撃では、いかがに鍛えられた騎手といえども、体力の消耗は激しく、 また全身を覆うことから来る通気性の悪さや、鎧の下に着るものを調節するわけにもいかない、暑さ、寒さという点でも、いやおうなく、鎧を着たものの体力を削るものであった。もちろん甲冑を着けた騎士が、戦地に赴く際は、騎士自身が、装具や食料、衣類や、野営具を担いで持参するわけにもいかず、常に従者がこれらの消耗品、必要品を運搬する必要もある。 このため騎士には常に一人数名の従者がついていた。騎士甲冑の装備は様々な部位に分かれて順々に装着するが二人の従者が騎士の頭のてっぺんからつま先まで5分から10分程度で装着ることもできた。取り外すのはさらに短時間で可能であった。これらの鎧は部分的に取り替えることにより騎馬用から徒歩用まで多目的に使えた。 例えば長い拍車などは、騎馬用であり、5本指のガントレットは手綱を持つためで、ある。しかしミトンガントレットは接近戦では大切であり、あるいは腰ガントレットの上からさらに指を強固に、保護する、オーバーガードをつけて使用された。肩や肘といった関節が大きく動く部分は数枚の、鉄板を浅く重ね合わせて、秒で連結しており、滑らかに動かせる上に、 肌が露出しない構造を実現している。プレートアーマーは、防具としての意味合いが強いが、ある意味では切る武器であった。これは、甲冑剣術が切るよりも、打撃を中心に考えられたからで、甲冑の重量は、武器となるより強いインパクトを与えた。片側のガントレットだけで 1kg もあり、装甲の薄い兵士がこれで殴られることは、その重さのハンマーで殴られることに等しい。 また、カゴデに、探検やスパイク状の武器を取り付けることもしばしば行われた。また、日本の武士が着た、甲冑同様に衣装を凝らしたものもないわけではないが、これは口実する、パレードアーマーなど、儀礼的なものへと変化していった。なお戦場における、敵味方、個人の識別には、衣装を凝らした盾や兜の他に、サーコートと呼ばれる甲冑の上から羽織るマントが、利用された。 紀元前2世紀頃の古代、ギリシアや古代ローマでは、聖堂や川でできた、文字通り一枚成形の教根が使われていた。これらは、四角や、楕円の板を、胸の前に、肩紐で吊り下げ、脇下の紐でわい付けたようなものであった。これが、プレートアーマーの古い原型であると言える。着用者の動きを阻害しないように、防御面積は、最小限に止められた。 その後、過渡期的にロリカセクアマータのようなスケールアーマーの一種が用いられ、ロリカハマタと呼ばれるチェーンメールを経て、さらに2世紀頃はロリカセグメンタタと呼ばれ、多数の体の側面湾曲面に合わせて折り曲げた鉄板を組み合わせた鎧が主流となる。ロリカセグメンタタは一枚成形の強硬に比べて、ある程度の可動性があり、その分防御面積も広くなり、 板金部分が肩や胸、脇腹を覆うのみならず、布地部分が硬い部を覆うようになり、防御力が格段に向上した。古代ローマの末期には、再び、チェーンメールが使われるようになるが、製作に手間がかかったために、ごく一部の将軍や上級指揮官のみが着用した。しかし、中世において、鎖の量産技術が確立したため、以降は廉価で、扱いやすい。 チェーンメールが主流となる。古代から中世の鎧は、より動きやすく、より防御面積を増やす形式へと発展しているので、ある。13世紀後半に至り腐りかびらは、頭のてっぺんからつま先まで、まさしく全身を覆うまでになり、この方針での発達の頂点を迎える。この時代、チェーンメールの一部を板金で補強することも、 行われたが、それらは主に急所に限定されてのことだった。動きやすさよりも防御力が重要視されるようになるのは十字軍以降である。異教での異教徒との戦いは、欧州内での戦闘よりも、はるかに過酷なものであった。キリスト教徒同士の戦闘であれば、例えば命はできるだけ奪わず、捕虜にする。 クロスボウを禁じるなどの約束事があったが、異教徒との戦闘ではそういった取り決めがなかったことから、自らの命を守るためにより安全な甲冑が求められたのである。騎兵は、不評から足を狙われることが多いため、まず、すねを保護するために称す、鎖網の靴下の上に板金をつけるようになった。やがて腕、そして胴体へと、板金で覆う部分の面積は徐々に大きくなっていく。 14世紀から15世紀には、こうした鎖片びらと板金の重ね着が主流となっていった。そしてとうとう板金部分で、ほぼ全身を覆うまでになり、この段階で、プレートアーマーはその地位を取り戻した。一方で、チェーンメールは、関節部分など板金で覆えない隙間のみ、防御するものとなった。北イタリアのミラノは、こうした鎧の名産地となり、ことに、ミラノでは、 ミサグリア家とネグロリケノニアを中心に全盛期を迎え、1395年にはトマソミサグリアが騎士助君を受けるまでに至っている。その後、ニュルンベルクやミラノでプレートアーマーは発展していったが、こうした鎧は完全オーダーメイドであることから非常に高価で、身につけられるのは上流階級に位置する貴族、騎士のみであり、一種のステータスシンボルでもあった。 このため貴族などは衣装を凝らした鎧を付け税を競う風潮も始まっている。しかし、水力ハンマーや足踏み剣巻きの導入などの工業化が進み、様々な異なるサイズを量産することができるようになった。その結果、兵士身分でもプレートアーマーを着ることができた。彼らは装甲兵士と呼ばれる。それ以外に一般人がプレートアーマーを手に入れる方法としては、 戦士者から鎧を剥ぎ取るなどがある。15世紀後半には、ドイツ様式の鎧が見られるようになる。これは板金に畝をつけ、つま先などを尖らせているのが、特徴的で、ゴシックアーマーなどと呼ばれる。16世紀初頭、新聖ローマ帝国では、最後の騎士とも呼ばれた皇帝マクシミリアン一世の名を、取った、マクシミリアン式とも呼ばれるカッチューが登場した。これは、 すね等を除くほぼ全身にうねをつけて、鎧の強度を保ったまま軽量化したもので形状から、フリューテッドアーマーとも呼ばれる。また、ほぼ同時期のイギリスでも、ヘンリー・パッセーが1519年に、グリニッジに、甲冑製作所を設けるなど、プレートアーマーの製作に力を入れていた。しかし、この時代より、火器の発達により、それらの貫通力に対抗する必要に迫られることと、 なる。前述のフリューテッドアーマーのような厚みを減らして、軽量化した、プレートアーマーでは銃弾にはたまられず、逆に、厚さを増していくことになる。そのような防御力を増した、プレートアーマーは、同時に重量が増し、着用者にとって耐えられないものになっていく。そこで、ハンカッチューとして、足、腕などの防御を諦め、徐々に面積を減らしていくことになる。 つまりは古代イギリシャの強皇に近い状態へと逆戻りしていくことになり、やがて不評については、甲冑の装着は、廃れることとなる。それでも、強皇騎兵として、頭部と胸部の身の甲冑を装着した騎兵が第一次、世界大戦まで明脈を保つものの、騎兵そのものが、時代遅れとなっていった。ここにプレートアーマーの時代は終焉し、現代は頭部の身ヘルメットで防御することとなる。 前述の通り衰退した後も、儀礼用の装飾を施したパレードアーマーは残り続け、その存在感や装飾性から美術品として、現代に至るまでも珍重されている。これらは、長金や見栄えのする飾りなどが取り付けられており、また実戦よりも儀礼的に利用されるため、軽量化のために、実際の耐久性は考慮されていないなどの特徴も見られる。 馬上槍試合用の鎧は重点を固める方向で、重量化、こちらも衝撃を受けない部分が簡略化されるなど、戦闘における実用性は失われ、槍試合に特化したものに変化していった。これらの装飾用、プレートアーマーは現代でも制作され続けているが、一部では趣味の製作者が自動車のスクラップやドラム缶の板金で制作されることもある。 現代のものはほぼ装飾用で、一部では歴史再現物などのコスプレの一種として着用可能なものが流通しており、パレードや歴史再現劇、ジョストのイベント、アーマードバトル用など目的に合わせた鎧が流通している。上述の通り、銃弾に耐えるため重量を増したプレートアーマーは面積を徐々に減らしていくこととなり、 現在では頭部を守るヘルメットを残すのみである。そのヘルメットにしても、銃弾防御のみを意図したものでなく、爆発の破片や、転倒時や落下物などに対する備えでもあり、総合的な安全向上のためのものである。現在も、胴体を守るために用いられている、ボディアーマーは、砲弾検定度しか阻止できないものから、拳銃弾を防護できるものが、1980年代までは、 軍用としては一般的であったが、その後には装甲を貫通する目的で作られた、小銃用の AP 弾、アーマーピアッシングをも停止させ得るものまでが実用、普及してきた。大質量ではあるものの高性能品は、セラミックプレートやメタルプレートなどをも併用することがあるが、基本的には、プレートアーマーの実用性喪失、衰退後、プレートアーマーとは独自に発達し、 性能向上による大質量化と軽量化の間を往作をしながら、プレートアーマーの跡を埋めていった防具である。そのため現代でも低性能品は、柔軟性があって軽量、かつ急止所となる部分を重点的に防御する様式が主流である。全身を覆うタイプの鎧は、行動も制限されやすくなるために現在ではすっかり実用性を失っているが、その一方で、 パワードスーツのようなアイデアもあり、今のところ軍事用のものでは、サイエンスフィクションなどにしか登場しないものの、アメリカ軍が真剣に開発中という話も出ている。現代において、プレートアーマーのように全身を隙間なく防御する装備としては、対爆スーツがあるが、これはプレートアーマー以上に重く、総重量は60キロを超えるため歩くだけで、精一杯となるが、戦闘用ではなく、 作業用であるため問題視されてはいない。プレートアーマーの発展はそれに対抗する武器の発展にも影響を与えた。この鎧は刃を通さず、打撃、特に切断に強かった。ロング棒や強力なクロス棒、重機であれば装甲を貫通できたが、一般的なクロス棒では、撃った後に次の矢をがえるか。 反撃から逃れることができるような遠距離から2ト、mm、ルの厚さの鉄板でできた装甲を貫くエネルギーを得ることは容易ではなかった。このためクロス棒は次第に強力化していき、短く太い専用の矢を使うものが利用されるようになっていった。これによって狙撃された騎士も少なくないことから十分な威力を持つクロス棒はプレートアーマーを着た騎士の脅威として その使用が制限されるなどの歴史も見られる。詳しくは、クロスボウの功を参照。その一方で、オノヤやめス、ウォーハンマー、センツイ、フレール等によるオーダーは装甲そのものを破壊することこそできなかったが、十分な重さと勢いを与えることで大きく陥没させることはあり、その衝撃によって人体に打撲傷を与えることができた。 特に重いものでは骨折したり裂傷を負ったりもしたため、鎧の下に打撃を吸収するキルティングの下地をつける場合もある。モーニングスターのように打撃力と貫通力を持つ武器が発達したりもしている。片手半剣や両手剣による攻撃は走行を切り裂くことはできなかったが、打撃でダメージを与えることはできた。プレートを全身に身につけるとしても、 関節の可動域を確保するためにはどうしても隙間が発生することは避けられず、剣や探検を用いてその隙間を狙う技術が発展し、これに対抗するために戦士たちは鎧の下にさらに鎖肩びらをシャツのように着込んだ。こうした目的の鎖肩びらでは、布地のシャツに関節部分だけ鎖が縫い付けてあるものも登場している。また、 鎧のつなぎ目や鎖片びらの隙間を狙う一つに特化した剣や短剣、槍、アールシェピースやオールパイクが誕生した。この他には棒状武器の中に引っ掛けて引き倒すという機能に特化したものも多い。これは比較的形装の不評などが装備しあまりに鎧が重くなったために落馬すると自力ではすぐさま馬にしゃがれない騎士などに対して利用された。ハルバードなどは その典型的な、引っ掛けて打ち倒すことを前提とした武器である。これらで引き倒された騎士は不評などに群がられ、倒れたところを鎧と兜の隙間から探検を差し入れられて倒されたという。ウォーピックやウォーハンマー、ハルバードやポールアックスのピック部分も装甲を貫く役目を果たした。14世紀頃の西洋では、鎧の発達で、盾は不要になり、騎士は 両手剣、両長な、ポールアックス、ポールハンマー、長江の王ハンマーなどの両手用の威力のある武器を使用するようになった。一般の兵士も槍先が重くなって、柄が長く頑丈になり、鎧を突き刺すべく改造された槍や、板金鎧に、有効なハルバード、ビル、グレイブといった両手持ちの不評用のポールアームを使用するようになった。プレートアーマーの衰退も、 また武器の発展に影響を与えた。16、17世紀に用いられたレイピアは、プレートアーマーの衰退後に生まれた武器であり、鎧で防御していない敵を攻撃すると同時に、鎧で守られていない自らを守るものでもあり、扱いやすさを重視した軽量の剣である。レイピアは、戦場でも使われたが、どちらかといえば、血統での使用が重視された。 東欧においては17世紀になっても未だにチェーンメールやプレートアーマーを使用する兵士がいたため、エストックや斧、メースやウォーハンマーが用いられた。プレートアーマーは頭部を保護するヘルメット、ヘルム、アーメットとも喉を守るゴルゲット、ラッパー、ポールドロン、またはスポルダーと呼ばれる肩当て、そしてそれを補強するガルドブレーズ、肘を守るコーター、前腕を守る、 上腕を防護する部品を、アッパーカノン、下腕部を防護する部品を、ローアーカノンとも、手首を守るガントレット、ゴーントレット、脇を守るベサ牛、胸部と背部を守るキーイラス。単に、ブレストプレート、バックプレートともいう、腰部を守るフォールド、フォールドから吊り下げられた2枚1組の小板金の、タセット、胸部のブレストプレートとタイになった、バックプレートから吊り下げられ、 全部を守るキュレット、チェーンメールスカート、大腿部を守るキュッス、膝を守るポレイン、パウレイン、すねを守るグリーブ、足を守る、鉄靴ソールレット、サバトントーからなる。こういったそれぞれの部品は、様々な形状の金属板を切り出し、ハンマーで叩いて三次元的な曲面を持つパーツにして、これらを組み合わせ構成する。このパーツで、 体の動きを妨げないよう重ね合わせたり関節を設けたりするわけだが多くのパーツはリベットで止められる。一部には比較などが革バンドとして用いられこれを使って体に固定する。ソルレット、ガントレットなどはパーツの左右に穴を開けるベットでかしめ、回転軸と指示誘導を持たせる。スライドリベットは一方の穴を大きくしワッシャーを入れて リベット自体の穴に自由を持たせる。また、革ベルトにリベットでパーツを止める。タセットやゴチック式の肘部分は外からは見えないが、革ベルトであり柔軟に稼働する。板金の厚みは、物や部分にも夜が1から1.6ミ、mm、リメートルほどで、現在の自動車用板金よりは厚いが、自動車板金に使われる、高張力鋼板よりは格段に弱いため、 打撃や貫通といった攻撃に耐えるため、要所要所補強が入れられていた。敵にさらす左側をより厚くしたものも多い。クリニチカッチュウなどは肘を大きく作りたての代用とする。なお、19世紀中頃にナポレオン3世は、カッチュウをアルミニウム製とすることで軽量化することを考え、科学者ドビーユに援助したが、当時の技術ではアルミニウムの大量生産は、 不可能であり、この目論みは頓挫した。アルミニウムの大量生産が確立するのは20世紀に入ってからであり、様々な製品に用いられるようになったが、柔らかく、防弾には向いている素材と言えず、アルミニウム製の甲冑は実現しなかった。プレートアーマーの着用に際しては、まず、ギャンベゾンという、鎧下、布製の衣服のようなものを着る。リネンなどを、 幾層にも重ねて縫い合わせたキルト状のもので、ある程度の防塵と衝撃吸収の役目があり、打撃による損傷を和らげ、また鎖かびらが擦れや打撃で皮膚を傷つけるのを防ぐ役割も果たした。高級なものは当初は絹よりも高価とされたコットン、木綿がその中に入っていた。なお、現在手芸で人気のあるキルトは、もともとは 戦争に行く夫や恋人のために女性が作ったギャンベゾンが源流出る。高級な手間のかかったギャンベゾンは全身に放熱用の小さな穴を開けており、その周囲は全て糸でかがってある。ギャンベゾンはプレートアーマー発達以前のチェーンメールが主だった。時代には裾が長いゆったりしたものであったが、後期になると裾が短くなり、体の線にぴったりとした。 立体裁断になる。後期のものはアーミングジャケットと呼ばれる。アーミングジャケットは肩や腰に穴が開いており、そこに紐を通して鎧を結びつけた。大腿部の鎧はアーミングジャケットの腰の位置に穴を開け、上からベルトを通す。ベルトには穴と同じ位置に穴が開けられ、紐はキャンベゾンの裏から穴を通して、ベルトを抜け大腿部のパーに結びつけられる。 体に密着させることでより着心地が良く、バランスも取れ、鎧のズレもなくなった。アーミングジャケットには肘、脇、首周りにチェーンメールのシートが取り付けられており、これで関節部分を防御する。脇の下には布地はなく、チェーンメールだけである。これは、放熱を狙ったものである。また多くの騎士は、チェーンメールの前世紀より、鎧の上から、 サーコートと呼ばれる街灯を着用していた。これらは特別な衣装を施すことで敵味方の識別をしたり、またお世辞にも見栄えが良くないチェーンメールを隠して外見をカビにし権力を誇示する目的があった。また実用面においても炎天下における甲冑表面の温度の上昇を抑える。あるいは不評の武器に鎖が引っ掛けられるのを防ぐ効果があった。 プレートアーマーの時代になってもこれは継承された。史実かどうかはさておき、ウィリアム・シェイクスピアの刺激、ヘンリー5世における、ヘンリー5世の赤と青のツートンカラーのサーコート姿が有名である。しかし、チェーンメールの場合と違って、プレートアーマー自体を誇示した方が、見栄えが良く、また逆に、サーコートを着用した方が、武器に引っ掛けられる、危険性が高くなるため、 次第に用いられなくなった。温度の上昇については、鎧の表面を磨いて、光沢を出した陽光を反射するようにしため、ある程度抑えられるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。